chicken. I grew up a fucking screw up. Got introduced to the game, got an ounce and fucking blew up. Chopping rocks overnight. The nigga Biggie Smalls trying to turn into the black Frank White.今しかできないオプラ様苦痛の元ボディペイント。今しかできないって本当かい、アナゴくん。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパダラです。今回はモッドボディペイントといって、普段ねオプレッサーマーク2とか、または対空トレーラーとか、まあそういったね、ちょっとね普通モッド車両としてベニーズホイールとか柄とかつけづらい、普段できないんですけども、それがね、今できる状態にあります。これ長く続かない場合があるので、やりたい人はね早めにやった方がいいです。まずねボディペイントというのはね、車両にいろいろな柄があるんですけど、その種類が多い車両ですね。この一番最初にあった、ホットリングセイバーという車両から、ボディペイントを解除していきます。このやり方は2人1組とかで、この RC カーのレースをやってください。スタントのね、他のやつでもね、このホットリングセイバーのレースだったらできると思うんですけど、 RC カーのレースで爆破を、15秒で爆破、2人1組でこう談合といってね、まあ2人1組で、じゃあね俺先にね、一回ね、まあ、勝つようにするから次はね、君が勝ってねみたいな感じで、20勝ねするといいです。交互にね20勝、それで1位の人だけがボディペイントを解除されてカウントされるっていう仕組みなので、まあ交互にね勝ち負け勝ち負けってやった方がいいですね。でレースが始まったら必ずね、どっちか勝つ方が、R2 だけ押すみたいな感じで、負ける方は15秒ねやっときます。まあこれをね繰り返していきます。リプレイとかはねできないので、投票でね同じ RC カーのやつとかずっとやって、これ20勝で全部解除することができます。ではこの状態から、今度ね、1個前の動画に出した方法で、ボディペイントや、このねベニーズホイールを装着する方法をやっていきます。まずねアリーナの中、招待限定セッションで RC カーとかを用意してありますね。自由照準招待限定セッション、そしてアリーナワークショップフロアに、ベニーズホイールの元となる車両とかね、モッドカラーの元となる車両、そしてね今回の、ホットリングセーバー用意しておきます。で RC カーの前に立ち、インターネット素早く切れる状態にして、この RC カーのねカスタム項目を出してからインターネットをオフにします。でこのまま待っていて、黒い画面でこの、注意画面出たら丸押した瞬間に PS ボタン素早く2回押してインターネットを接続オンにする。そしてそのままストーリーに戻されて、今度は、招待限定セッションでまた自由照準で、参加していきます。このやり方で、今度はねこのモッドのカラーとか、まあ緑のガラスとかね、ヤングトンナンバーとか、そういったねデータの、ものを、このホットリングセイバーに移していきます。そしてねこの元となる車両、このデラックスを今回使うんですけど、このライトの色を、例えば紫とかにしとけばオプレッサーにもつきます。でこの、元となる車両に乗った時に右十字キーを押してカスタムショップに普通にこうやって入っちゃう場合は失敗なので、この状態では絶対にね売却という手順をやらないでください。必ずねこの失敗の時はやり直してください。うまくいかない場合はクリエイターから招待限定セッションで開始します。ではねここから、成功する方法で見せていきます。インターネット素早く切れる状態にしておき、RC カーで右十字キーを押して PS ボタン素早くに関してネットをオフにする。ゲーム画面に戻り、黒い画面になって、注意が出たら素早く丸を押した瞬間に PS ボタン素早くに関してインターネットの接続をオンにする。そのまま待機します。そしてこのままストーリーに戻されて、招待限定セッションでもう一度セッションに参加をしていきます。招待限定セッションに参加をして、元となる例えばモッドカラーや、ホイールとかがねついている車両に乗り込んで、右十字キーを押した瞬間にこのアリーナワークショップフロアなのに、この場所でカスタム項目が出るっていうことが成功の条件なので、この状態確認してください。右十字キーをね押してこの場所でカスタム項目出るっていうのが条件です。そしたらアーマーなど1箇所変更をします。まあ、安いものでもいいです。で次にここから売却のボタンを全部丸押していきます。この売却のね丸丸丸って押しても、これはバグってる状態なので売れないです。セーブがかかんない状態ですね。
必ずねワークショップフロアなのに、ここの場所でカスタム項目が出るというのが条件です。で、真っ暗画面にね無限ロードになったら PS ボタンからコミュニティなどでパパテラフレンドコミュニティやパパテラ7コミュニティ、放置ジョブのコミュニティなど参加していれば、ここからねただいまプレイ中というところを使って、大体10分ぐらいプレイしているような人にね参加をしてみてください。で、同じ照準か違う照準を確認していきます。ここからね参加をして警告出たら PS ボタン素早くに顔して同じ人に参加、注意画面が出たら×です。ずっと警告の場合はね違う人選んでください。注意画面で必ず×、そして三角で車両から降りる。そしたらこのモッドカラーとかホイールがついてる車両から降りて、装着したい今回の、ホットリングセーバーに乗り込んで外に乗り出すと、 R2 で乗り出す。これでね色が映りました。で、この車両から三角で降ります、このねホットリングセーバーはヘッドライトの色ね多分変えられなかったと思うので、元となる車両にねもともとねオプレッサーにつけたい、ライトの色入れとくといいです。では、今回ねこのホットリングセーバーレースでねボディーペイントを解除しました。この種類、31種類あるんですけど、下の方ですね5番がドル柄、61がマルチカラー、45がモノクロモノグラムとなってます。で、これが自分でね好きなもの、まあ、代表的な3つなんですけど、他にもいろいろ柄あります。柄のね一覧表みたいなのは、固定コメントにあるのでそっちも確認してみてください。代表的なね3つだけ今回紹介します。で、今回ねドル柄のオプレッサーやマルチカラーというねサンタノバのマルチとサンタノバのモノグラム、これ見せていきます。では今回ねこの61番で、マルチカラーというねちょっと派手めなね、セサンタノバのやつ見せていきます。これをね、ホットリングセーバーに装着します。で、ホットリングセーバーに装着したらもう一度ね同じようなグリッチをやるので、クリエイターに行き招待限定セッションで移動してください。そのままねそのセッションから開始してもできるときあるんですけど、結構ね、失敗する可能性があるので、失敗っていうかね普通にカスタムショップに入っちゃうっていう状態が結構起きやすいので、クリエイターに行きもう一回招待限定セッションからやるといいです。ではインターネット切れる状態で RC カーにカスタム項目出す、 PS ボタン素早くに変わしてネットをオフにする、ゲーム画面に戻り、注意画面が出たら素早く丸を押した瞬間に PS ボタン素早くにかわしてネットをオンにする、ストーリーに自動的で戻されます。自動的に戻されたら今度はまた招待限定セッションに参加をしていきます。この時ね自由照準の、コミュニティの人が多い場合は自分が逆にねアシストの照準とかに変えるといいです。では招待限定セッションに参加をしたら、またね今度は、元となる車両ですね、今回ホットリングセイバーですね、これに乗り込みます。乗り込んで右十字キーを押して、その場所でねカスタム項目が出る時だけ、売却の方法をやります。実際は売られませんので大丈夫です。右十字キーを押してここの場所でカスタム項目が出るというのが条件です。そしたらアーマーなど1箇所変更して、まあ、サスペンションとかでもいいです。でここから売却というね、文字を押していきますが、必ずねこのアリーナワークショップフロアでカスタム項目が出るというねことの条件の時だけ売却ボタンを丸々と押してください。そうすればね絶対に売られることはないです。でこの状態で無限ロードになったら、コミュニティなどから自分と違う照準の、人、ただいまプレイ中からまあ10分ぐらいですね参加をしていきます。で、こっから参加。で、結構ね、このグリッチとか他のグリッチもそうなんですけど、自由照準使うことが多くなると、同じ照準の人かなり増えます。で、警告出たらもう一度参加。で、注意画面が出たら×ですね。で、三角で降りる。で、今くっついてるオプレッサーには、これドル柄ついてますが、今回ね、これを、上書きしてね、今度は、セサンタノバマルチカラーというね、派手めなね、やつに、取り替えます。三角で乗り込んで、R2 で乗り出す。で、これで色が、柄がつきました。で、三角でこの車両を降りると、ちゃんとね、このアリーナの中にこの車両が保存されている状態となります。
一応ね、保存するときね、車両入れ替えとか、またはね、スタイル変更でね、画面右下金色くるくるセーブアイコンとか出した方がいいですね。なぜかというと、オプレッサーの場合は、この場所で、カスタムできないからですね。オプレッサーっていうのは、基本的に、テラバイトがないとね、カスタムできません。まあ、このまんまでも結構セーブかかってたりするんですけど、確実にね、セーブ、したい場合はね、違う車両をカスタムするとかね、そういったことやってください。では、今度ね、ホットリングセイバー、マルチカラーにね、したんですけど、今度ボディペイント変えてみて、セサンタノーバーモノグラムのモノクロというね、一色のやつですね、に、やってみたいと思います。今回は45番のやつですね、ボディペイント45と書いてあるやつを使います。では、こっからですね、また、クリエイターに行き、招待限定セッションに行くといいです。で、RC の前に立ち、ネットを切れる状態、RC のメニューを出して、ネットを、ここからね切っていきます。 RC のメニュー出してネットを切る。ゲーム画面に戻り、注意画面が出たらここで素早く注意画面を丸押した瞬間に PS ボタンを素早く2回押してインターネットをオンにする。でそのままストーリーに戻されるのを待ちます。ストーリーに戻されたら、そこからもう1回招待限定セッションに参加をしていきます。招待限定セッションに参加をして、アリーナですね、出現位置アリーナで、到着したらここで、乗った時ですね、このホットリングセーバーに乗ってすぐ右十字キーを押してカスタム項目がこの場所で出る時だけですね、出る時だけ、アーマーやサスペンションなどどこか一箇所ね変更してください。でそのまま売却を全部丸押していきます。必ずワークショップフロアなのにカスタム項目がこの、その場でね出るっていうのが条件ですね。その時に売却を押します。で無限ロードになったら PS ボタンからコミュニティで自分と違う照準の人とかを探します。コミュニティからね参加、ただいまプレイ中で、これ参加を押してみます。でその時に自分が自由照準、そして相手も自由照準だといつまで経っても警告画面しか出ません。ここで最初の警告が出ます。で PS ボタン素早く2回して同じ人に参加で、警告がまた出ちゃったので違う人に参加してください。違う人に参加で警告がまず出て、もう1回 PS ボタン素早く2回して同じ人に参加で、注意画面が出たら×三角で降ります。でオプレッサーマーク2に乗り込んで、ここからね色がね変わっていきます。で外に乗り出す。そうすると、普段このアリーナの中でカスタムができない車両までこうやって色を変えたりすることができます。なので対空トレーラーとか、または、なんだっけバスかなとか、あとはねレゴブロックみたいな車とかトラックみたいなのありますね。そういったね、車両が、普段カスタムできないものが乗り出してこうやってカスタムすることができます。よかったらやってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。